スコウラー、エスウィロー種子の略図肺軸は発芽した苗の茎であり、使用のもと根の上に位置している。発芽時に植物の肺が成長すると養根と呼ばれる芽を出す。養根は一時根となり土壌に入り込む。養根の発生後、肺軸が発生し、肺葉と第一本葉に成長する葉がを伴っている成長点を地上から持ち上げる。灰軸は 若い植物の成長を担う一時期間であり、茎へと発達する。穀物や、その他の稲科植物のような単子葉植物の初期成長は、幾分異なる。子葉症と呼ばれる構造が成長して土壌から外に出る、際の養鶏及び溶岩を保護している。地中の種子と溶岩との間の部分である、中杯軸が伸長し土壌に到達すると、溶岩のすぐ真下からにじめが発生する。 洋根から発達した一時根はその後それ以上は発達しない。中肺軸は肺軸の一部分であり、仕様の一部分でもあると考えられている。すべての単子用植物が稲科植物のように発達するわけではない。玉ねぎは最初は蒸気と同様に発達し、種子及びない肺乳が持ち上げられる。次に、第一本洋が洋根と鞘状の仕様の間に、 位置する節から発達し、使用を超えて成長する。一部の植物では、肺軸は、貯蔵器官として肥大する。例えば、シクラメン、グロキシニア、セロリアックなどである。シクラメンでは、貯蔵器官は、会計と呼ばれる。ありがとうございます。